始まりました。 YouTube です。昨日、2月18日に、ウィザード・イン・ライフという舞台が無事に千秋楽を終えることができまして、今日はですね、全く体が動きませんということで、ガチの自宅のベッドで配信というか動画を撮影しています。はい、ね、今日撮って今日アップしてるんですかっていう話なんですが、ちょっとね、ずっと稽古とか本番とかがずっと立て込んでいたので、なかなか日々いろいろ撮影してたんですけど、自分でこうちょっと編集しながら本番をやってっていうのはなかなか追いつかずですね、このタイミングになってしまいました。で、まあ無事にウィザードライフ全9公演かな終えて、たくさん盾をやって、素敵なね、キャストの仲間となんとか乗り切ることができまして、この先はですね、2月の今月ね、29日かなに、今回のウィザステでも共演してて、まあ、別の作品でも共演してるんですけど、笠原織斗くんの、バースデーイベントに出演させていただいて、それが終わると3月2日に、僕のバースデーイベントが、中目黒トライというところで、あります。で、一部に、また、オリトと、あと、古畑圭介くん。ふうくんも今回、ウィザステが一緒で、他の作品でも一緒だったんですけど、まあ、同じ年のね、変わらない3人で、イベントを盛り上げ。で、二部は、まあ、オリトくんはギタリストでもあるので、そのまま出てくれて、ユウさんと一緒に音楽の方でですね、ちょっと楽しい時間を作れたらなと思ってます。そして、三部は、これまた今回のウィザステでも共演していて、1月にもですね、別の、今君、雨今君はっていう舞台で共演していた五十嵐拓人くんっていうね、俳優の後輩の子が出てくれて、その他にもね、アリスナインというバンドのヒロトくんが、僕の大好きなお兄ちゃんの一人ですが、ヒロ兄が、ちょっとね、一曲、俊介の誕生日だったら行くよって言ってくれたので、ギターを弾いてくれて、歌おうかなと。で、まあ、ちょっとおしゃべりしてね、と思ってます。もう一人カトゥーンの田口くんが、麻雀の大会があるということなので、もしそれが早く負けたらいけるよって言ってたんで、もしかしたら田口くんも間に合えば来てくれるかもしれません。まあそんな感じで、続いてが3月かな、もうすぐあっという間3月ですけど、3月はバルスキッチンさんの作品に初めて出させていただくんですが、久々にちょっと主演ということで、ドストレートのね、コメディをやらせていただくことになっております。そちらも、ぜひね、皆さん見に来ていただけたら嬉しい限りです。はい。全然今回のやつとヴァンパイアとか全く真逆のような、全然書けないもう日常のあれなんですけど、頑張ってね、いろんな役ができるんだぞっていうところを、斉藤俊介見せていきたいと思ってますから、ぜひね、そっちも、見に来てもらえたら嬉しい限りです。さあ、まあ今日何話そうかなって感じなんですけど、今日もゆるーくね、この感じで行こうかなと思ってます。もうお風呂上がりのドスピンのこの状態なんで。はい。あ、でもそうだよ、もう来週キングオージャーも最終回を迎えるのかな。来週だ多分ね、最終回迎えて、次はまあブンブンジャーが始まるわけですけど、ちょっとどっかのタイミングでね、ジロソ見に行こうと思ってますんで、ジロソ行った動画もね、上げてみようと思います。もしどっか会場付近で私を見かけた方がいたら、全然遠慮なく、シュスケくんでもイアンでも何でもいいので声かけてくださいね。集中。まあ、そして今回そのウィザステの舞台で久々にね、僕盾ががっつり刀のね盾、僕なんかこの前の動画、なんかどっかの動画で、相当久しぶりだみたいなこと言ってたんですけど、実質3年ぶりぐらいでした。はい、何年か前に新選組の話やっててそれぶりでしたが、みんなよりね20センチぐらい長いちょっと大きい刀をぶん回してきまして、最終日千秋楽かなの、最初の僕が盾をやるシーンをね、ふうくんが、
楽屋のモニターで撮影してくれてたんで、後でその動画ちょっと載っけときますね。ということでですね、まあ、オリトのイベントでも会える子もいると思いますし、僕のイベントで会える子もいると思いますし、今こっからまた絶賛ね、同時進行でもちろんイベントの準備ずっとしてたんですけど、こっからまた追い込みをかけて、リハーサルやら、いろいろやっていきますので、ぜひ、まあね、キンキンではございますけれども、まだ悩んでる方とか、いらっしゃいましたら、ぜひ会いに来てください。一緒にね、写真撮ったりとかもできるし、今回の舞台とかよりはね、今回は舞台の撮影会とかお話ができなかったので、まあなんか、ゆっくり話したりとか、あとグループショットもあるし、散布とかに関しては、ツーショットもあるので、なんか、舞台の話とかね、今回のイベントの話とか、まあみんなの近況とか、僕に聞かせてもらえたら嬉しいなと思っております。ということで今日はちょっと短めではございますが、千秋楽、翌日の、私の自宅ベッドからお届けしました。はい、ベッドだけが大きくて嬉しいよということで、この動画を今から編集して皆様にお届けします。はい、それではまた会いましょう。今日のシューチューブはここまで。バイバーイ。YouTube.